どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマは、監査法人でいつも怒られてしまう人の特徴です。突然ですが、皆さん、監査法人で働いてて怒られたことはありますか？まあそんなに激しくキレられるっていうことは普段ないと思います。ただ、怒られてる人って一定数いて、その人たちはいつも怒られてる気がします。シンプルにかわいそうです。なぜそうなってしまったのか、今日はそうならないためにも怒られる人を考察したいと思います。それでは早速行ってみましょう。そもそも怒るとはどういう状態なのでしょうか。私は実は入社4年目くらいの時に後輩にがっつり切れたことがあります。それはその後輩と何人かで3日間の出張に行った時の話です。私がインチャージで、その後輩がチームメンバーという構成でした。で、限られた出張の間にその後輩にいろいろと仕事を振っていましたが、全然手をつけられていないという状態でした。その後輩は何をしてるかっていうと、めちゃくちゃ電話してました。マネージャーから電話がひっきりなしにかかってきて、あれやこれや指示を受けていました。まあ大変なのはわかるけど、出張でわざわざこっち来てるし、アサインも確保してるからこっちの仕事をしてほしい。私はすごいイライラしていました。で、迎えた最終日、結局仕事は終わらず、スケジュール通りとはいきませんでした。そして東京へ帰る途中の空港で、その後輩に対してめちゃくちゃキレました。なぜ出張なのに電話ばかりしてんの、マネージャー説得させろよ、終わってない仕事どうするんだ、など一通りキレ散らかしました。その結果、後輩を泣かしてしまいました。空港という公共の場で後輩を泣かせるという、もう鬼畜プレイです。チームの空気もぶち壊れました。お土産何するってキャッキャしてた空気が綺麗に吹き飛びました。もう葬式張りの沈黙です。地獄ジョブ誕生の瞬間でした。さあ、では怒るとはどういう状態なのか。怒るとは、思い通りにならなかったことを特定の他者のせいにして、それを感情的に責めることです。最低の行為です。あの時の私は本当に未熟だったと思います。怒られる側にも確かに問題はあるにしろ、絶対に感情的になってはいけません。もう何一ついいことはありません。確かに後輩にはこういうことはダメなんだって強く刻まれるかもしれません。ただそれ以上にチームの雰囲気も悪くなるし、怒る前にいろいろと対応策を打てたはずです。例えば電話かけてくるマネージャーに、出張終わってからにしてくれって言うとか、作業分担を見直すとか、それに感情をぶつけなくてもこういう時はこうしようと伝えるだけでいいのです。絶対に感情的になったらダメなんです。ちなみにアドラー心理学では、怒ってるからきつい言葉を言うのではなく、きつい言葉を言いたいがために怒りという感情を作ってると解釈します。つまり原因論ではなく目的論です。この場合、仕事が終わらなかったことを後輩のせいにして屈服させたいがために怒りの感情を作り出しているとなります。なんかそう考えると、怒りっていう感情をどこか客観的に捉えることができるので、行動としての怒りを抑えることができます。本題に戻します。まあ、大前提として怒ってる人はもうクソです。クソなんですが、怒る人に怒るなって言っても無駄なので、怒られたくなければ怒られないようにするのが賢明です。じゃあどういう人が怒られやすいか、先ほどの定義に当てはめると、思い通りにならない事象の発生とその原因がその人にあることがポイントです。これらを引き起こしやすい人の特徴を5つ紹介したいと思います。1つ目、見栄を張ってできないのにできるって言っちゃう人です。できるって言ったのに蓋開けてできてないと思い通りにならない事象の出来上がりです。もうこれはもう素直になった方がいいです。できないことはできません、あるいは教えてくださいと言いましょう。まあ素直になれたら苦労しないんだけどな。2つ目、優しくて断れない人です。断れずに無理なことをやらされ、できなくて怒られちゃうパターンです。一番不憫です。無理なら無理です、理由は〇〇ですと伝えましょう。もしくはここまでは難しいですか、ここまではできますと限定しましょう。3つ目、説明が下手な人です。できないとかわからないとか伝える意思はあるのに伝える技術がない人です。これもかわいそうです。うまく伝えられなくて誤解が生じてトラブルになりがちです。しかも説明が下手な人の説明は聞いててもイライラします。説明のコツは過去にいろいろな動画で伝えているので概要欄に貼っておきます。4つ目、理解したつもりになってる人です。
理解したつもりで理解できてなかったら思い通りにならない事象が発生します。もし理解したつもりをやっちゃう自覚症状がある人は仕事の2割、5割、8割で確認を入れましょう。で、途中で手戻りになったら、その前の段階であなた確認しましたよねって詰め返します。まあこんな喧嘩腰になることはほぼないですけど、セーブポイントを作っておくことは大切です。5つ目、隙がある人です。世の中には悪い人がいます。決してあなたのせいでなくても思い通りにならない事象が発生した時にあなたのせいにされる可能性があります。一瞬の隙を突かれる可能性があります。ほんの小さな怒られる可能性を見落とすことがあります。じゃあ好きなく仕事するにはどうしたらいいか、これも基本こまめに確認します。特にそういうずるい人が上司の時はこれでもかってくらい確認取ります。メールの文面から何から何までとにかく確認を取ります。そのぐらい確認すると思い通りにならないのは絶対自分のせいではないって言えるので怒られません。さあ今まで怒られないためにはという文脈で話してきましたが、最後に怒られてしまったらどうするかという話をします。基本2択です。完全に釈明しに行くか、完全にミスを認めるかです。完全に釈明しに行くはエビデンスを揃えて自分のせいではないことを証明しに行きます。相手も誤解している可能性もあるし、釈明することで自分の意思をしっかり表示できる人という高評価につながることもあります。完全にミスを認める場合は、ごめんなさい、完全に俺のせいです、こうすればよかったですって言って終わりです。具体的なミスを認めて謝罪すると相手の感情的になっている要素は軽減できます。やったらいけないのははいしか言わずにその場をやり過ごすような態度を取ったり、曖昧な説明でお茶を濁したりすることです。なぜそれがダメかというと、反省が見えないからです。怒る側としては再発防止をしたいという気持ちがあります。なので具体的に何が原因でどうすべきか理解しますという反省している態度が大切です。もちろん釈明できないということは何らかの落ち度が自分にあったのでリアルに再発防止しなければいけませんけどね。いかがでしたでしょうか。逆になったよという方はいいね、チャンネル登録、共有もお願いします。ご意見ご感想をぜひコメント欄でお待ちしております。あとツイッターも毎日投稿してますのでぜひ覗いてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。